メイマンドはイランのケルマーン州シャフレバー,アーバク郡に属する行政村及びそこに含まれる村の名前である。36の村が属するメイマンド行政村には2006年の国勢調査では536世帯2175人が暮らしており、そのうちメイマンド村には181世帯673人が暮らしている。 メイマンド村は伝統的な移住農牧業が営まれている村落で、その文化的景観がユネスコの世界遺産リストに登録されている。マイマンドとも表記される。なお、以下、メイマンドと呼ぶときは行政村でなく村の方を指す。メイマンドは季節性の移住生活を営む繁遊牧民たちが暮らし、冬場には岩場を掘った岩屈住居で過ごしている。 地元の言語には古代のパフラビー語などに由来する語彙が多く含まれる。ケルマン州のシャフレバーバクシ近くに位置するこの村落の歴史は非常に古く1万2000年前にイラン高原で最初に人々が定住した地と言われることもある。しかし国際記念物遺跡会議はこの主張に否定的で数少ない物証の一つとされる祝いにしても 紀元前六千年期までしか遡れないと指摘している。また、祝いを描いた人々と、岩屈住居で暮らしていた人々との関係性も解明されていない。岩屈住居群の起源についてはいくつもの説があり、セアマック・ホシェミーは以下の二つの仮説を示している。まず、この村がアーリア人によって、紀元前八百年から七百年頃、すなわち、 メディア王国の時代に建設されたというものである。メーマンドの断崖の構造物は宗教目的で建造された可能性がある。ミスラ神の崇拝者たちは太陽を無敵の存在と信じており、この観念が彼らに山々を神聖しさせることへと導いた。故に、メーマンドの石切り職人や建築家は彼らの信仰をその住居の建設の形で示したのである。 第二の仮説では、村落は、西暦にないし3世紀に遡ることになる。アルサケス朝時代、南ケルマーンの諸民族は、命名の方向へと移住した。これらの民族は、生活に適した土地を見つけ、そこに定住し、隠れ場所を築いた。それらがついには現存する住居群へと発展した。村の近くにあるメイマンドの要塞と呼ばれる場所からは、 サーサン朝時代の骨壺150個以上が発見されており、こちらの仮説は補強している。他にも、村落の墓所からの推測として、イスラームの伝播以降の形成という説などもあるが、結局のところ、はっきりとした起源の特定には至っていない。洞窟住居は全部で400ほどが残されているが、今も利用されているのはそのうち100に満たず、伝統的反遊牧生活は、 継承に対する懸念が存在している。2005年にメイマンドは文化的景観群の保護、管理に関してメリナメルクーリ国際賞を受賞した。2007年8月9日には世界遺産暫定リストに記載され、2012年1月30日に正式推薦された。しかし文化遺産の諮問機関であるアイコモスは比較研究の不足などから、 顕著な普遍的価値を証明できていないとして登録延期を勧告した。しかし2013年の第37回世界遺産委員会ではメーマンドの伝統的生活様式に対して委員国からは少なからず協賛や賞賛の声が上がり21カ国中8カ国が逆転登録を支持するなど意見が分かれた。最終的には韓国よりも一段階上の 情報紹介決議で落ち着いた。イランは2015年1月29日に練り直した推薦書を再提出した。これに対してアイコモスは顕著な普遍的価値の証明がなされたものと判断し、登録を勧告した。その年の第39回世界遺産委員会では短期間で適切な再推薦にこぎつけたイランとアイコモスの努力を称賛する声などが上がり、問題なく、 登録が決議された。2013年の審議の時には、危機遺産リストへの登録を推す委員国もあったが、2015年の正式登録では、危機遺産リストへの登録は伴わなかった。イランはこの年、スーサの登録も果たしており、イランの世界遺産は19件となった。メイマンドの文化的景観と表記されるが、マイマンドの文化的景観とする文献もある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。